東亜海軍航空隊は日本海軍の部隊、教育機関の一つ。太平洋戦争開戦に向けての推進準備の一環として急増すると予想される整備要員の大量要請を図るために設置した。もっぱら実際に機体を整備する兵衛、貸し間の要請に振り向けられ、相模や出水に続く3番目の整備訓練航空隊として開かれた。 さらに全く系統が異なる水上機搭乗員の連成部隊も追加された。前述の航空隊を第一高和海軍航空隊、後述の航空隊を第二高和海軍航空隊と呼称した。愛知県知多郡三浜町の古切れ地区の集落を収容し、2年かけて整備教育施設を構築した。体裁としては、 整備教育を一手に引き受けていた、追浜海軍航空隊から分派した部隊に位置付けられる。幹部を養成する、高等化を主軸に据えた追浜空とは逆に、現場で活躍する、整備員を養成する、普通科練習生の教育に従事した。整備教育を推進する、訓練場であったため、全機関を通して数千人規模の生徒を抱えていた。 最盛期には9000人とも言われる。実質的には学校であり、教育過程の凍結、簡略化には悩まされたが、施設、設備面での変化は小さく、すべての整備教育航空隊と同様に、戦局の悪化による実習教材不足が常に問題視されていた。訓練用教材として、各種機材が用いられ、飛行訓練。 実戦に使用できる機体は保有していない。水蒸気連成部隊であった小松島、海軍航空隊の増員に速やかに対応すべく、季節の水蒸気基地の中から手頃なものを探していたところ、落成間もない講和に白羽の矢が立てられた。これにより、全く教育系統が異なる二つの講和航空隊が誕生した。両航空隊の間に交流はほとんどなく、 第一航空隊は山手で整備教育。第二航空隊は海岸で搭乗訓練に明け暮れた。連成教育隊であるため、新旧の各種水蒸気を使用した。実施部隊に変更後はなど、海岸沿いに残るスリップ。北側より、基地造成のために強制収容されて追い出された古切れの人々は、そのまま移転先に定住した。基地跡は、 農地として開放され、古切れの人々の農地拡張や福音社の入植地として活用された。整備工場をそのまま活用した、防石工場も過去にあった。桟橋は漁港に転用された。工和基地の施設設備は、戦後の産業基盤にすっかり取り込まれてしまったが、水蒸気用スリップは民間に活用されることなく、基地の痕跡を現在も伝えている。 ありがとうございます。